中国100度、アメリカの株式市場から撤退へ。中国の検索大手である100度がアメリカの株式市場であるナスダックの上場廃止を検討していることが明らかになりました。100度は企業価値が過小評価されていると主張しておりますが、先日アメリカの上院が中国企業を念頭に外国企業に対し外国政府の支配下にないと 証明できなければ株式市場から排除するといった内容の法案を全会一致で可決しており、このままこの法案が成立いたしますと、100度などの中国企業が株式市場から排除されることになりますので、その前に上場廃止を撤退を検討している模様です。この 中国には国家情報法があり、すべての個人と企業に対してスパイ活動をえ、中国政府がスパイ活動を強制できますので、すべての中国企業は中国政府の支配下にあるといえ、アメリカの株式市場から排除されることになります。こちら、アメリカとしてはアメリカの株式市場が中国企業の資金源になっていることをですね、 問題しているようでございますが、こういった中国企業のアメリカの株式市場からの撤退、今後さらに加速するものと思われますので、現在、中国側と何らかの取引がある日本企業の皆様には、こういったチャイナリスクがさらに拡大していることを理解し、なるべく 中国への依存度を下げていただき、中国の影響をですね、日本企業が受けることがないように、速やかに対策を講じていただくよう、お願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました